はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。まあ、今日はですねたまにあるトロールコースを作る天才キングブリングさんがですねいいねをしたコースをちょっと見ていったらね、こう一番上にねこのコースがあったんですよ。エキスパートザなんたらかんたらカッコトロールって書いてるんですけど、まあ、最近多分いいねをしたと思うんですよねこの人。まあちょっとストーカーじみた行為なんですけど、まあまだキングブリングさんはですねこのマリメを遊んでってるのかちょっとわかんないんですけどね。まあ、クリア率は 1.09%、 ちょっと遊んでいきましょう。でさっきねちょっと詳しく見るを見てみたらね結構面白そうな感じだったんですよ。これ初見殺しはある感じかな。いやないね、これ初見殺しないね。でオンオフして、うわ左行くね、左行きます。うわっは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 、避けたよ、私避けましたよ。なんか今上から降ってこなかった。じゃあこれちょっはっはっは、もうそんなとこにバネはずるいよね。それじゃここバネがあったからね、バネ捨てて上に行く。オッケー。で、このバネを持っていかなきゃいけないっぽいんですよね。このバネ持って一回上行ってみようか。ジャンプ！合ってたんじゃない？これ。ほら。いや、ほら。うわ、これ、あれだね。上じゃなかった。左か。上にバネ投げてみようか。上にバネ投げます。あ、これでオンオフが変わったから右に行けるっぽいね。多分、こっちでいい。オッケー。うわこれは右しかないね、右しかないけど一旦このキラーの下になんかあると思う。オッケー合ってた。いやこれはどっち、下行く、いやこれ多分下行けると思う。はい、うわすごい、今日すごいね、めっちゃあれだね。いや正解してる。で上でこのまま右か下かこっち叩きます。で右に逃げる。うわ何もないの、何もないね。じゃあここは叩いて左に逃げようか。え、うわこれは、あなんか左行けたね。読めねえんだよ。じゃあここは右行こう、ここは叩いて右行きます。うわあの鉄球すげえ怖え、絶対オンオフが変わってさこっちに来るパターンでしょ。うわどうしよう、あオンオフ変えて左のこのブロックを多分壊すみたいな感じだよね。で左、いや完璧じゃない今日。これ下めっちゃ気になるね、下なんかあるっぽいんですけど、ちょっと降りてみようか、右の下に降りてみます。そんじゃここは左でいいのかな、左行ってみるね。ここに足場が出てくる。オッケー。うわ、読めた。読めましたよ。多分金魚かなんか出てくると思ったんですよね。いや、トロキングだね、今日。マジで。じゃあ、耳じゃね。右に行こっか。あ、これは中間ポイント中間ポイント目の前にするとね、やっぱ行き急いじゃうよね。そういえばね、次トロールコースをやったらね、みんなで言おうと思ってたことがあってさ、僕の動画ってさ、登録者数の割に、見てくれてる方がね、多いんですよ。初めてね、チャンネル登録をしてくれた方が、その後もね、見続けてくれてるっていう、まあ、感じなんですよ。いや、本当にそれがね、すごい嬉しくて、どうもありがとうございます。じゃあ、ここは、あいつ来るでしょ。あいつ来るんで、いや、避けよ、避けます、オッケー。で、このまま走っていこう。よっしゃ今日なんかあれだね。中間ポイント早いね。チェックポイント。うわ、これは、オンオフをして、一旦様子見よっか。うわ対応しきれなかった。いや、今のはわかんない。想定外だね。ちょっとよ、さっきと違うやんか。それじゃ、ここオンオフをしたらさ、鉄球避けよっか。鉄球避けます。そんで、パウで、叩く。オッケー。そして、このパウは何だろう、うわ、何も意味ないね。何も意味ないっていうか、ちょっとやられるとこだったね。で、これは、え、ま、こっちでいい？左だね。右プラパ見えた。ほら。じゃあ、このまま左行くんですけど、テレサがいるね。どうしよう。オンオフをするしかない。オンオフをして、テレサが、急にこっちに来ると思うから、右に逃げます。ほーら、ザバー、もう一回右に逃げます。ほーら、で、ジャンプして避ける。読めてんだよ最近マジで調子いい。
本当にトロールのやりすぎかな。ダメだ、調子乗ったすぐこれだ。じゃあここは左行こっか。右行ったら罠だったんで左行きます。そんで、うわ、あ、待って、どこ行った。あっ、ポーじゃねえよ。そんじゃここをジャンプして、この隙間に入らんようにしよう。隙間に入らんようにして、ここ真ん中行くね。一旦ドアの真ん中行きます。うわ、熱い。で、下、いや多分こっちで合ってる。うわ、これは何もしない。で、赤コイン1個いるのか、取れるこれ。多分赤コイン無視して上に行く。そんでこのまま右に行っていいと思うんだよね。右に行ってずすぐ右、おしっぱ、なに。キノコ降ってくるから一旦こうしてもう一回ジャンプして、キノコに捕まってジャンプ、オッケー。キノコに捕まってジャンプじゃねえね。それじゃここはジャンプして、なに、キノコ、これは左、ナイス、間に合ってね。間に合ってね。うわ悔しい、今の。一旦ここに追っておこう。もう多分ここに追っておいていい。そんで右のこのブロックを回転ジャンプで壊して次に進む。これで合ってるでしょ。あ、中間ポイントあるね。うわ、これなんか取らせてくれる。ガボンがすげえ怖い。一旦ジャンプしていくね。ジャンプしていこう。なんもしてえの。なんかしてこいよ。なんもせんのか。じゃあこのまま右に進もう。もう土管に進みます。で、これはなんかね、危なそうな気がするんですけど、大丈夫だね。ジャンプして進む。はい、オッケー。で、あら、あ、ここ多分バブル降ってくるパターンでしょ。違うの。さすがあれだね、天才が認めたコースだね。めちゃくちゃ楽しいよこのコース。さっきと違うけどね。あ、これ下から行けるパターンじゃないこれ。はい。ちゃんと乗れ。さっきと違うパターンだと思うんですよ。だからここで一旦カロンに乗って、こう。で、あ、羽？なるほど。何もせんでいいね。さっきと一緒やで。で、ファイヤー取る。オッケー。そして、氷溶かして、これは、当たった方がいいのかな？当たっていこっか、一回。なんかそんな気しない？そして、黄色の土管入る。多分これで正解だよ、きっと。ファイヤーがあったらダメなパターンだね。一回ファイヤーを保持していこっか。なんで、ここ倒しますね。倒して、うわっ！はははは！なるほど。やっぱり当たらなきゃいけないのか。じゃあ、ここ一旦当たっていこう。当たってって、ブラパが来るからね。左上に避けます。土管の上に避けます。多分これでいいと思うんだけど、右の土管がすげえ気になるんだよね。多分、右なんもねー。このコースさ、思ったんだけどさ、積み要素なくない？それがめっちゃ優しいんだよね。あ、今行けた。見た？今行けたよ。キノコじゃない状態で行けましたよ。これはもしかして穴を見つけたんじゃないのかな？あれ？あ、当たらないけんの？あ、結局ここでチビにならないけんのか。で、こう。オッケー。そして、うわ、ここ多分針があると思うんだよな。それかなんか降ってくるパターン。とりあえずここなんもない。うわ、やっぱね、孔明もあると思いました。うわ、怪しいぞ、これ。うわっ！じゃあここは、上だね。上、ここ。こっちって矢印書いてたもん。だからこっちで合ってるパターン。なに？これはパウブロックを持たなきゃいけないパターンじゃないんですか？これは？イェーイ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 。いや、これ多分あれでしょう。パウブロックを多分右下に置かなきゃいけないでしょう。だからこの土管入ったらすぐパウブロック持とう。パウブロック持ちます。そんで、ここにパウブロックを置く。で、入る。来た！いやー、秀才！あ、待って、ゴール！いや、どうしよう、これゴールするの。うわ、こっちは、え、あ、こっちじゃないパターンじゃないこれ。なるほど、これパウブロックの右に多分ボム兵がおるんや。それであの石ブロックが壊れてゴールできるパターンね。っていうか、なんだこれ。あ、パウブロックが出てきたね。どうすりゃいいのこれ。投げていいの？はい。とりあえずこの土管入ろっか。どうせ死に耐久かなんかだろ。あ、違う。え、なんこれ、スローパウ、パウを投げろ。分かってんだよ。いや、今日は優しいよ。
今日あのゴール前でさ、ゴールさせてくれないっていう感じでもないで、なんで多分これでもうすぐゴールできると思う。だからここはパウを下に置くんじゃないで投げる。うわ悔しい、今の鉄球は読めないね。いや次はゴールできる。これでゴールできなかったらなんか罰ゲームするまあゴールできんかったらカットするけど、すべてはこっちの思い通りなんだよじゃあここはパウ持って、ここ上に避けておきます。そんで、あれさっきと違うやんか、言ってること違うやん。え、こっちでいいの？なんか違うやん。なんかパウ投げたらよかったんじゃないの？もう、なにこれ、なんですかこれ嫌だなすげえ嫌だなあれ。いやさっきさ、罰ゲームとかなんとか言ってたじゃん、あれ、なしだってさっきと違うもんね。あれずるくない？あれはずるいよ。それじゃあここはヨッシーを取らんで多分右に行っていいと思うんですよね。で、うわここマジ鉄球でそう、どうしよう、これ鉄球っぽくない？やっぱり叩いて左に逃げます。多分こっちで合ってるね。そんでゴールがもうあるパターンじゃないの？うわこれはどうしよう、ジャンプして、うわ絶対やられる、もうやられる予感しかしない。ジャンプしてジャンプ、あなんもない、ここバネがあるんですけど、こいつがなんかね押し寄せてくると思ったんだけどね。じゃあここは叩く。うわー待って、なるほど、いやここでパウ出てきたのね。多分じゃあここ左に折っとったらいいパターンだね。なんでここは一旦叩いて、こっち左に折っちょく、折っちょったらパウが出てくる。そんでここで、うわどっち下、うわ怪しい、これ右、さっきのあれを信じて右に投げてみようか。いやこれでゴールでしょ、ありがてえここは多分上の何も来ないと思うんですよね。どうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。